さあスタートしました。と4番で拒絶の手が上がった。そうもう一度しっかり連れていく。5番も決めて6番の A フレーム行かずに拒絶の手が上がったぞ。さあ戻ってきてもう一度しっかり登らせたい。 A フレームしっかりクリアできるか。そう決めてきました。7番のハードルから8番シーソー。そう登りました登りました。あとは降りないように、そうしっかり誘導してあげます。そうここから9番のスラローム入り口はしっかり決めましたね。そう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 、ハンドラーもおーしっかり盛り上げてあげてる。そうです、ここから10番11番スピードが上がってくるぞ。そう12番のハードルも飛ばせてちょっとオーバーランしてしまったか。ウィッと連れてってあげたい。ドッグウォーク、さあいい感じで来てるぞ。下りはここも決めました。トンネル14番入れる。さあここから、そう出てきたら15番16番と、そうしっかりクリアさせると、ちょっと見失ってるか。そう危ない。そうそうしっかりですね。あと拒絶が3回ですね、今ので拒絶3回で失格となってしまいます。さあラストまで走ってあげてください。ありがとうございました。